チャオ、あっちゃんです。キウイのね、美味しい食べ方、これね、凍らしてます。ちょっとね、水でね、ジャーッと表面だけ溶かします。これね、水でね、表面をね、軽く溶かします。で、持ってむにゅーんってやったら皮がね、ずっと剥けるのよ、簡単に。ここをこうやって切って、これで美味しく食べられます。キウイのね、簡単な剥き方、いかがでしたでしょうか。まあ、こんな感じでね、軽くね、剥けんねんけど、軽くね、軽口が簡単にね、皮が剥けんねんけど、で、凍ったね、キウイを、で、食べれんね。キウイシャーベット。暑い夏にはちょうどいい、フルーツの方々やかなと思うけどね。ちょっと酸っぱいけど、今のね。美味しいね。これね、完熟キュウリやとね、甘くて美味しいし、ね、酸っぱいキュウリはキュウリじゃ、キュウリはキュウリでね、美味しいしね。こんな感じで、トロリンって剥けるんでね、簡単に。結構ね、めんどくさいやん、キュウリの皮って剥きにくいし。で、剥いたら剥いたで、なんちゅうの、きれいに剥けへんかったりするし、ね、いちいちスプーンでね、ゴリゴリこそげながら食べやんないしね。だったら凍らしてね、こうやって凍らして、表面ちょっと水でジャブジャブジャブっとしてね、表面だけちょっと溶かしてあげる、ね、なかなか固まってるから表面でツルリンってむけるのね。うまい。アイシャーベット状になってるんでね、キウイはね、ビタミンたっぷりで体にいいしね、夏ね、何ちゅうかな、夏バテ防止にもいいフルーツなんで、ぜひぜひ食べてみてくださいって感じでね、結構ガチガチに凍ってんで、ね、冷凍庫掘り込んどくだけね、美味しく食べられるもん。あ、これさっきはピカチュウだ。かわいいでしょ。食後ね、デザートもいいけど、こういうね、フルーツをそのまま食べるっていうね、体に美味しいね。キウイは本当に体にいいと思いますね。疲労回復にもいいしね。ビタミンたっぷりで。なかなかしっかり凍ってる。いやー、なんかね、疲
れてね、眠いね、最近ね。ケソンどっかなかった。ちょっと出て半時計にしてね、トロンとさせて食べても美味しいし、ここは自由に食べてください。美味しかった。まあね、こういうね、なんちゅうかな、ほんまに 100% フルーツを食べるっていうね、体にいいんでね、ぜひぜひフルーツを食べてみてください。でもね、夏はね、暑いんでね、ちょっと凍らして食べるっていうのもね、いいと思うしね。ただでもね、ちょっと酸っぱかったな。はい。もう、ねえ、こういうね、フルーツの優しい味を楽しむっていうのもありやと思うしね。ね、キウイってね、その体によってね、食べるべきフルーツだよね。キウイがね、フルーツの王様って言うとね、栄養がすごくて、1日1個で、今まあ半分食べてんけどね、僕は半分残してんけども、ビタミン C で美肌作り、免疫機能を向上、カリウムでむくみの解消、高血圧予防、食物繊維で腸内環境を整えて、アクチニジンで、消化促進、ポリフェノールで抗酸化作用、ね、体を作るにはすごいいいしね。やっぱりね、老化の原因になるからね、ポリフェノールで抗酸化作用で老化を防止したりね。で、だから毎日ね、1日毎日1個食べるのがええらしいわ。で、カロリーもね、こんな高くなるね。で、実はね、だって気持ち悪いから剥くけど、毛生えてくにゃんしてるけど、キウイのね、皮ごと食べてええねんって。で、ニュージーランドとかね、では、皮口食べんねんって。で、細かい毛みたいなの生えてるから、表面をゴリゴリってこすることで、気にならんくなるんやって。で、キウイの皮には食物繊維がたっぷり入ってるから、皮を剥かずに食べるのがええねんって。だから、皮をね、むかずに、そのまま食べる。冷凍したらね、食べられると思うね。ね、そのがいいらしいよ。で、甘さをね、こう増すためにはね、この逆にね、ちょっと温めたらね、美味しいんで。でも、ビタミン C が、加熱したら結構減るから加熱して食べる方がいいんだけど、ちょっと加熱した方が甘さは出るらしい。で、キウイの皮っていうのはね、食べられるんやって。ね、キウイっていうのは大体安全性配慮されて作られてるから、水で軽く洗うだけで皮付きのまま食べてもええねんって。で、ただ消化期間が未熟な子供とかはちょっと皮むいた方がええねんけどって。で、キウイっていうのはニュージーランドで農薬を最低限にとどめられてるから、ニュージーランドの農業省がね、監修してるから、農薬自体残留農薬は抜き打ちで検査されてるから大丈夫らしい。
で川口食べたメリットは食物繊維が2倍という、身だけ食べた時よりも葉酸が 34%、 ビタミン E が 32% 多く取れる。ポリフェノールの 30% は川に含まれてるんだって。だから、ね、川口食べたらいいって、で川口食べる方法はあれだって、アルミホイル丸めゴンゴリってこすったら毛がきれいに取れるんやって。でまあ手でこすっても全然大丈夫らしいけど、アルミホイルで気持ちよかったらこすったらいいらしい。で、スライスする、スライスしてね食べたり、ミキサーにかけてスムージーにしたりとか、ええねんて。で、なんかそうらしいよ。こんな感じでね、キウイはぜひぜひ体に食べてください。今日はね、凍らしてつるっと剥いてみたんだけど、一回凍らしてね、で水でジャブジャブジャブって洗ってほんのり溶かす、身と皮の間を溶かしたらこうくるんってやって剥けるんでね、ぜひぜひその気持ち悪い人はそうやって剥いてみてください。で気にならへん人は一度皮食べるのが好きな人は皮口食べてみてみてください。あっちゃんね、川口普通に食べる人なんやけど、さすがにキウイは毛生えて気持ち悪かったから食べたことなかったんだけどね、食べてもいいみたいなんで、今度ちょっとそのまま食べてみようかなと思うんだけどね、まあ、桃もね、毛生えてるけどね、ささっと洗って川口食べるのが一番体にいいからね、キウイもそうやと思うんで、今度は皮も食べてみたいと思います。ということで、今日のあっちゃんのデザートタイムはキウイ、よかったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。でまたね、バイバイ。たまにはね、フルーツ食べるといいと思います。